はいどうも皆さんこんばんは、ウプヌシでございます。今回紹介する機種はですね HX60V というね、機種になります。じゃあ簡単にねこのカメラスペック紹介していきたいなと思います。でまずこのカメラレンズがですねここにも書いてあります通りソニー G レンズを搭載しております。開放 F 値ここに記載があります通り F3.5 から6.3、まあ、高倍率ズームでよくある焦点距離ですよね。焦点距離じゃない絞りの数値ですよね。で画素数がですね2040万画素ございます。まあ 7D Max なんかとね同じくらいの画素数じゃないかなというふうに思います。こいつ焦点距離がすごいんですよ。まず電源投入してこれが Y 端 24mm ですね。見ててくださいよ。いきますよ。うろろ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 と。はい。この伸びちゃうんですね。ここで 720mm。光学30倍でのズームが可能となっている機種です。私は今設定でオフにしてるんですが、ソニーさんの全画素超解像ズームというのもね、使うことができる機種になっておりますと。で、モニターはですね、こんなモニターで、3.0 型 92.1万ドット。まあ今のね基準からするとちょっと足りないかなって感じもするんですが、まあ十分見えるようにはなっているのでねいいと思います。でほらねメニュー出してもまあソニーさんのねカメラだなっていう感じのねこのファンクションメニューが使えたりとかありますね。でもちろん手ブレ補正もね強力なものが搭載されております。で、画像処理エンジンはですね、まあ多分この中に入ってるのかな。が、Beyond X というね、画像処理エンジンを搭載しております。で、上面にですね、ここモードダイヤル、で、これが露出補正ダイヤルと。で、ここがシャッター、電源。で、あと動画撮影ですとか、ゴミ箱を捨てたり、写真見たり。で、こっち側にですね、ソニーさんおなじみのねマルチ端子がここにございます。でこちらにストラップホールで、で一番下ここにね SD カードとバッテリーが入っております。でバッテリーはですねソニーの NP-BX1 というねバッテリーが使われております。はい、というわけでねちょっと今回新しく仲間入りした HX60V さんをね簡単に紹介してみました。まあ写真についてはおいおいまあどっかでね見せることができたらなというふうに思っております。あそうだそうだそうだ、あのここホットシューついててこれがよいしょっとよいしょっとはい取れましたな。でここに EVF 外付けできるそうですね。はい、というわけでね HX60V 紹介してみました。他にもねちょっと新しい機材入れての話とかねやってますので、ね、GoPro が出てきたりとかなんかしてますのでぜひご覧ください。ありがとうございました。